はい。どうも皆さん、こんにちは。レア文房具チャンネルです。今回は、これを買いました。まあ、なぜ買ったかというと、本日4月22日、僕の誕生日です。なので、今回は誕生日プレゼントでこれを買いました。まあ、誕生日プレゼントは色々あったんですけども、それをね、動画を何本かに分けて投稿していきたいと思います。 ということで今回買ったのは、ラミーです。ラミーの2000、13200円あ。楽天だと今だいたい6000円くらいで買えるんじゃないかなと思います。今回はこれをレビューしていきたいと思います。では動画をご覧ください。まずはラミーの歴史から見ていきたいと思います。ラミーはドイツの筆記具メーカーです。誰もが知っている大手ブランドだと思います。すべてのものが社外デザイナーで、 作られていますそれは、ラミー2000っていうのは1966年に発売されたんですけど、初めて社外のデザイナーによって作られた商品となっております。それはなぜ社外デザイナーになったかというと、社外のデザイナーの意見を取り入れてみようというラミーの方針に変わったからです。それでこれが世界的なヒットをしたので、今後のシャーペンも社外デザイナーにしていこうっていうラミーの気持ちが伝わってきますね。 ラミー2000の由来は、2000ってあるじゃないですか。西暦2000の2000なんですけども、西暦2000年になっても色、色褪せない、飛球っていうのが、ラミー2000の企業理念っていう感じとなっております。なので、ラミー企業名、そして2000となっております。まあ、喋ってばっかでもいけないので、じゃあ、実際に開けていきます。やば、迫力がすごい。 ツヤつやしてますね。かっこいい。一回使っていきますか。自分が買ったのはラミン2000のシャープペンシルの0.5です。シャープペンシルは0.5と0.7があります。広いバリエーションで万年筆なども出ております。触った感じ質感半端ないですね。てか思ったよりも軽い。 16から 20g あたりなんじゃないかなって思います。太軸で多分これ 20g いってないですね。太軸で 20g いってないシャーペンっていうのは自分初めて見たんじゃないかなって思います。まあ正直2000年でも色あせないって言ってますけど、2023年の今でも全然色あせてない商品となっていますね。これが使われている木材は ABS 樹脂っていうものが使われております。それは、まあオモニとプラスチックみたいな感じですね。 ラーミー2000の機能を見ていきます。ラーミー2000の機能は、可動式クリップ。これが、このように押すと、可動してくれます。なので、ペンケースとかにも、こんな感じで挟めると思います。流線型ボディといって、このまん丸いボディですね。なので、持ちやすい。そして、可動式クリップがあるから、ちゃんと入れられる。 これがね、すごいところなんじゃないかなと思います。ロットリングとかは、クリップがとても硬いので、自分入れるの結構困っています。スライン加工というのもされております。簡単に言うと、プラスチックを綺麗にした、木軸に寄せた、みたいな感じとなっております。じゃあ、キャップ見ていきますか。キャップにはお、ちゃんとクリーナーピンが入ってありますね。結構長い。クリーナーピンが入ってくれるととても嬉しいですよね。 キャップは強いありですね。で、そして、クリップの端なんですけど、このクリップ、ステンレスでできています。ちなみに、1966年、クリップがステンレスのシャーペンは、このように一本もなかったんですよ。なので、ライミー2000が、ステンレスのクリップっていうのを一番最初に発明したものとなっております。質感はね、先端から、先端以外、ここ、すべて統一されてるので、とても統一感があっていいと思います。 じゃあ実際に書いていきたいと思いますまあ書いてみた感じその書き心地がざらつくっていうか 非常にコツコツ感だと思ってたんですけど、コツコツ感が終わりなくて、ザラザラしてる書き心地となっておりました。ちょっと印象から外れたかなっていう、もうちょっといいシャーペンだと思っていました。まあこれが、定価は13,200円ですよね。13,200円で買うのはちょっともったいないと思います。せめて、6,000円とかで買ったらまだ納得はできると思うんですけども、 ででのは絶対におすすめできません質感で言ったら多分1万円の価値はあるんじゃないかなと思います。けど書き心地があまり良くないです。本当にびっくりしました。もう少し書いてみます。 マジで嘘だろって思います。まあ、コツコツでもないですね。あとちょっとね、先端のぐらつきが少しあるかなって思います。先端に隙間ができてるので、多分滝のオペみたいな感じでちょっとぐらつくと思います。握りやすさはとてもいいと思います。手汗も多分出ても大丈夫かなって思います。ということで動画のご視聴ありがとうございました。 またこのように動画を出していきたいと思うので、リクエスト待ってます。ちなみに、ラミー2000はとてもいいシャーペンだと思うので、買っても損はしないんじゃないかなって思います。ということで今回の動画、終わらせていただきます。バイバイ、さよなら、レアブン、僕、チャンネル。